ブーリークモザル族は、哺乳高齢長目クモザル科に分類される族。これらは新世界猿の最大の種であり、北方種は世界のすべての猿の中でも絶滅の危機に瀕している種の一つである。これらは、ブラジル南東部の海抜1500メートル付近の大西洋森林でのみ見られる。大人の無力は王の属、体長50、80センチメートル。 尾の長さ70から80センチメートル、体重は10から15キログラムである。色は茶色から黒色で、巻きつけるのに適した尾の下側には、毛がない。無力は、養殖動物であるが、ウキきには、かなりの量の果実や花を食し、その他樹皮、竹、シダ、花蜜、花粉、種子を食べる。多くの交尾小目と共通して、オスは低重性である。 メスは5歳から7歳の青年期の始まりに、他のグループに移る傾向にあり、その後11歳頃の成熟する。平均すると、オスは、この半分の時間で成熟する。観測されたグループの大きさは8から43頭に、及び、たくさんのオスとメスを含む。無理期は含んである。また、その他の多くの霊長類とは異なりオスは、侵略的な遭遇なしに、 大半の時間を過ごす。そのため、縄張りも持たない。無力という名称は、最大の猿を意味する、原住民のトゥピ語の単語に由来する。B アラクノイデスは、ノーハイロの猿と翻訳される、モノカーバウェルーとしても知られている。以前は、ウーリークモザルブラキュテレスアラクノイデスのみで本属を構成していた。以下の分類、和名、英名は、日本モンキーセンター霊長類和名。 変散ワーキンググループに従う。日本では2021年の時点で、ブラギテレス属単位で特定動物に指定されており、2019年6月には愛玩目的での飼育が禁止された。ありがとうございます。